銭を払ってクメと呼べばいいじゃないか。知れ者めが。礼には及ばぬ。だがなぜここが。つけました。浪人と話すのを見て、その後私も話を聞いてみたのです。勇ましいな。相手が浪人で怖くはなかったか。我が子を失うことに比べれば怖いものなんて。もう一生母さんに会えないかと思った。お伝えします。ウムギ谷で五郎を見つけました。酔っておったか。覚ましました。御身への借りを返すため本土へ船を出すと。悪人も使いよう。あやつほど海を知る者はおらん。この二人が下踏みの使いですか。そうだ。小太郎も太郎も中遊の士。鎌倉への書状を託すにふさわしい。五郎曰く近くで落ち合い船へ案内するとのこと。酔い闇に紛れて立つぞ。その時までに戦支度を済ませろ。はい、叔父上。頃合いだ。皆馬に乗れ。いつでも立てます。油断せず。野党にも気をつけ。
その顔、聞きたいことがあるようだな。申してみよう。五郎と知り合った経緯は。ご近世の殻の絹を売っておったのを捕らえてな。絹を燃やし放免してやった。罰する代わりに恩を売ったのですね。腕の良い船頭は得難いからな。猛虎の囲みは厚い。五郎は抜けられるでしょうか。抜けるしかない。我らが捕らえられたらどうします。血を恐れてはならぬ。勇気を持ち、守るべき民のことを忘れるな。志村様。五郎、船はどこだ。こちらに。生きてらっしゃったとは、よかった。よく引き受けた。見直したぞ。まあやるにはやりますが、岸を離れることなく沈められちまうかもしれませんよ。この身の兵が船に行参いますから。では奴らの気を他にそらさねば。止まれ。ここからは歩く。水戸だけ取りね。我が父が槍川家から奪ったものだ。今や猛虎の砦で侍が二人で奪い返せば肝を冷やすだろうな。砦の中で騒ぎを起こせば、船の物見も目を向けるはずだ。五郎、これより我らは砦に押し入ってくる。その隙に船を出せ。ダメです。死ぬおつもりですか。いいから下踏みを届けろ。馬では気づかれる。歩いて行くぞ。良いな酒井。猛虎は手強い敵だが、食いさえつければ勝機はある。それだけで砦を落とせますか。多勢といえど一斉にはかかってこられまい。幾度敵の不意をつけると。初手だけで十分。残りは切るのみだ。猛虎の兵だ。隠れて行けば。敵に背を向ければ背中に逃げ傷を受けるぞ。上達盛りではないか。こやつら恐れをなしておるぞ。それでこそ武士。ありがたく存じます。不覚を取るな。急に隠れて。よし酒井、続け。
騒ぎを起こしてやれ。もうこの船にいる兵の目を残らず引きつけるぞ。集めたようですな。
敵。止めるな、切り捨てて進め。教えた甲斐があったわ。見上げた上達ぶりではないか。
何があった。猛虎に見つかったな。奴らの船に追われればひとたまりもなかろう。いえ、我らがおります。それにこの火槍も敵の兵器だぞ。それを使うと今は味方の命が肝心。操れるのだな。やってみせます。もうこの船を潰せ。砦の兵は任せろ。叔父上、ここで死ぬつもりはないがな。新手の船が来よったぞ。五郎の船に近づけるな。新手の船が来よったぞ。五郎の船に近づけるな。やりました。もうこの船が燃えています。撃ち続けろ。このまま距離を取らせる。一度ならず猛虎の狙いをくじくとは。叔父上の教えに恥じぬようにと。それどころではない。まこと立派になったものよ。成長したな。あの下踏みには上申もしたためてある。お前を志村の後継ぎにするとな。叔父上、心中では常にそなたを後継ぎと思っておったが、この戦が終われば世に知らしめる。いつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろう。わしの後を継ぎ地頭となるのだ。将軍様の下事情によってな。私が務めを果たせるでしょうか。果たせるとも。援軍が着くまでの間もことを進めておかねばな。お考えが。酒井家の鎧を手に入れ、槍川に加勢を頼む。義のある友とやらも連れていく。ユナに会い、大見村で鎧を得ます。終わったら我が久原の陣所に来るがよ。その後共に藩から我が城を取り戻し、対馬を救う。父と子として将軍様も勝利を祝ってくだされよ。離れることがないな。くれぐれも用心しろ。
酒井様、その説はどう。指の手入れをいたしましょう。どんな鎧でも結構です。これで安全です。助かった。Thank you.
Legion Harsinta, you wait. Don't stop there. Pipe, Kingpin. Энд харагдахгүй л байна. Уцай, ямар тааш битэн байгаараа дараа мултар чадахгүй. Ой, өнөө гих чи харлаа. Очиж бари. Хоцороо. Ой, өнөө гих чи харлаа. Сонтой ой өнөө гих чи хардаа Уга самрачи нам сонтой бай Тэд харваач вэ Том шонгинэр шиг боллоо юу ч алдлаа юу ч биш байж Тэрэвс нис ирсэн. Гэт баг битэн гэж мэд. Бид харваач вэ? Нэг нь битэн зөв харваад бай. Фом биш үс юм байлгүй дэ. Мартаана. Thank you.
хүчин харуу. さあ来い。
カラスが群れをなして南へと向かうとき、それは移ろう季節のせいなのか、それとも我が故郷、大宮だ。急ぎ戻ったぞ。久しいな、ユリ。お疲れのようで、飯の支度を。飯は結構だ。猛虎勢が村を通ったはずだが、変わりはないか。毒が来たのに、私が追い払いました。父上の鎧を取りに戻った。コモダではお使いにならなかったのに。あれからいろいろとあってな。鎧は隠しております。さあこちらへ。ああ体が重い。太一に取ってこさせましょう。墓地にいるはずです。そこで何を。土を鳴らし毒草の世話をさせています。毒は良いネズミよけになるのですよ。一人ではないのだな。志村様はご双剣で。ああ、猛虎に捕らえられていたがお救いいたした。ああ、どなたか他に手を貸す者は。おるぞ、政子殿だ。まあ幼き頃からおのこと稽古していましたからね。いつか子細を聞かせてくれ。政子様だけですか。他には石川先生も。もう何年も無沙汰しております。相変わらず尊大なお振る舞いなのですか。ああ、いまだにな。だが弓の腕は別格だ。ご本人もいろんないかと。酒井様、お戻りで。急ぎなのだ。ユリの世話をしてくれておるそうだな。世話されてるのはこちらの方です。太一や、鎧を持ってきておくれ。頼む。俺は墓に参ろう。
禅を汲みたる在りし日の露と消えぬる歌方のこと。どうした？いえ、ただめまいがしただけ。今若様がてっきり出てこい卑怯者め。中へ入れ。